皆さんこんばんは、ワドです。2018年4月の14日、22時18分です。よろしくお願いします。おう、不動産屋さん、ありがとう。景気づけの一発目の花火ありがとうございます。不動産屋さんから花火いただきました。ありがとうございます。いつもありがとう、不動産屋さん。あんまりご無理なさらないでくださいねありがとう、すげえ嬉しいよ。一発目サンキュー。なんかね、体調悪いのか何なのか分かんないんだけど、すげえ寝ちゃうんすよ。今日21時間寝たのかな。ちょっとね、睡眠がおかしいんすよね。なんかね、体調悪いのか何なのか分かんないんだよ。すげえやたらぐっすり寝ちゃうんだよね。何なんだろう、原因が分かんないんだよね。疲れてんのかな、旅とかで。旅って結構さ、負荷かかるんで。もう旅からだいぶ経ってるよね、もうね。なんでこんなに寝るんだろう、睡眠がすごく長い。おー、ゆうこさんいらっしゃい、お疲れっす、お疲れっす、お疲れっす。やたらグースかグースか寝てね、気づいたら夜中の12時に寝たのに、朝起きる予定なのに、気づいたら夜中なんだよね。で、のんちゃんに、今何時って言ったら、もう夜だよ、つって。はい、こんばんは。いらっしゃい。また睡眠障害出てんのかな。特にね、鬱が出てるとかそういうのはないんだけどね。超ロングスリーパーだね。しかも一睡もこう目が覚めたりさしないんだよ。なんか自分でもちょっとこれ寝すぎだな、おかしいなと思ってんだけどね。何なんだろう、どっか体が良くないんだろうね。まあしょうがねえか。ショートスリーパーいいじゃん。ショートスリーパー羨ましいよ。2日連続か、爆睡。何なんだろう。なんかさ、昨日かなんかキャスバーかなんかに強盗が入ったって本当なの。なんかタイムシフトじゃないけど、 YouTube のチャンネル見てたらさ、キャスバーに強盗が入ったって書いてあったんだけど、あれ本当なの。マキルワード2、何なんだろう。強盗の種類わかんない。なんかタイトルだけ見て内容がよくわかんなかったけど、強盗がどうのこうの、ヒカルくん、ヨッサン、新やっちょ、何なんだろうあれ。強盗はだいぶ前なんだ。あ、じゃあ昔のタイムシフトだ、あれ。ありがとう。だいぶ前なのね。怖いよね。15か。店員に暴力振るってお金取って逃げた犯人が海宝さんのリスナーで海宝とキャスバーに来てた。何、そんな面白いネタだったの。え、海宝のリスナーで海宝と一緒に来てた人が強盗だったってこと？何、そんなの全然聞いたことないんだけど。なんでそんなホットな情報を師匠に報告しないの、あいつ。ダメでしょ。マジだ。全く知らなかった、それ。狂気はね、危ないよ、本当に。
逮捕のリスナーが逮捕されたんだ。ありがとう、マキル。それだいぶ前の話だ。解放のツイッターに書いてある？え、それいつぐらいの話？それ。もう全く聞いてないんだけど、そんな話。アホだろ、解放。なんでそんな、ね、ホットなネタを配信で言わないんだよな。俺が見てないだけか。もう解放の放送全く見てねえかんな。あ、そんなことがあったんだ。今日はね、コカ・コーラ、珍しくコカ・コーラをこんだけ買ってきたんで。今日はコカ・コーラパーティーですよ。あ、ごめんごめん、カメオ。バカありがとう。誰だ？道民釣りさん、バカありがとう。いや、難しいんだよ、カメオ。俺ら配信者ってさ、喋りながらコメント拾うっていうのやってるからさ、どうしてもね、頭の中に入ってこない時があるのね。申し訳ない、申し訳ない。別に挨拶をね、無視してるわけじゃないんだよ、ほんと、意図的に。なんかね、大変なのよ、結構。あと、その挨拶一個で、その、喋ってる内容が飛ぶ時とかってあるのよ、結構。だからね、意図的に嫌がらせでやってるわけじゃないからね。いや、不謹慎なんかないよ。配信者なんかさ、だから、よくさ、テレビとかって恨み買う仕事じゃん。おいちゃん、ハートありがとう、こんばんは。テレビって恨み買う仕事でしょ？こんなの人様の話題をネタにして飯食いやがったりって。俺らそういう人種だもん。だから人様に恨み買って飯食ってるようなもんなんだから。そう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 、コメントがね、追えない時っていうかね、頭に入らない時ってあるんだよ、たまたま。別にね、無視しようとかそういうのはないよ。そんなことしてもね、リスナーさんに嫌われるだけじゃん。はい、ワードツー。よっしゃ、コーラ飲みながらやりますか。ケピ。なんか俺が好きだったさ、YouTube のドキュメンタリーチャンネルがバンになっちゃって、YouTube 見れなくなっちゃったんだよね。ふわっち追っかけるときすごい良かったのにさ。なんであれバンになっちゃったんだろう。もったいねえよな。結構動画職人さんとして優秀だったのにな。爆音よしおっていう人が誰だかわかんないな。あんまりね、ローカルな人追っかけてないんだよね、ふわっちの。
本当についていけない、全然。ていうかなんか犯罪者多いよな、ふわっち。頭おかしいやつは犯罪者ばっかりだもんな。アウトロー系をさ、アウトローとかヤクザの人は俺配信やったらダメだと思ってんだよね。なんでヤクザってさ配信やりたがるんだろう。なんなんだろうね。昔のネットとかってさ、ヤクザって隠れてやってたと思ってて、結構ヤクザのリスナーさんとか多かったんだけど、配信やるのはダメだろう、ヤクザが、ヤクザとアウトローが。なんかホープさんが流れ変えたよね。悪魔のキューピーさんとホープさんが流れ変えちゃったと思ってて、なんか意気がってるやつは別にやってもいいの。俺昔ヤクザだからみたいな、俺よ昔よってヤクザの組長やってたんだよとか、全然そういうのありだと思うんだけど、本物は出てきたらダメでしょ。そう思いません？いや一時期ねヤクザばっかりだったよね。なんでヤクザが配信やりたがるんだろう。あれサイトとしても良くないしさ、あのダメでしょ。暴力団の資金提供になるわけだから、なんかヤクザも変わったんだろうな。そうだよね、そうだよね、ふーちゃんね。だってね、ヤクザ組織の資金源になるようなもんじゃん。ダメじゃない？俺別にヤクザの生き方は批判しないけど、ヤクザが配信やるのは俺ダメだと思うよ、うん、右翼はまあいいんだよ、一応建前政治活動だから。右翼はほら暴力団体ではないから、建前は、建前はね、一応その政治とか言論の場に右翼出せないってなったらおかしくなるから、別に右翼左翼はいいんだよ。一応政治団体だから一応おい、ワド2、イエスさん、ハートありがとう。いつもありがとう。セフィロスいらっしゃい。おい、わたあめさんもいつもありがとう。ハートありがとう。いらっしゃい。いつもハゲ詐欺師とは言ってるが、配信者として認めてるんだ。いや別に認めなくていいよドルさん良くなったね。今日もなんかさっき何分前だろう、30分ぐらい前に電話かかってきて、なんかカメラがつかないつかないって言ってて、で寝起きでセッティングしてあげたかなカメラがつかないつかないって騒いでて、で設定見たら、何ドルさん画質上げようとしたでしょっつったら、いやなんかこう綺麗な画質でやりたくてとか言って、ウィキペディアとかいろいろ俺だって勉強してんだよとか言ってたよ、うん、で結局自分でなんか内部の設定ぐちゃぐちゃにしてカメラとか分かんなくなっちゃって、で慌てて俺に電話かけてきて、和道ならもうなんか2時間3時間ぐらいもうひたすらやってたらしいんだよ。そしたらもう何が何だか分かんなくなっちゃったらしくて、可愛いよねドルさんね。でそしたら和道なら5分で直してくれると思って、もう今日放送するんでしょ、そのパターン。もうネットに弱いからさ、あのドルさんは
でもね、俺もね、本当はネット強くなかったんだよ。特に生放送の設定。いや、頭悪いからじゃない、歳。もう。歳、年齢でね、やっぱりね、50代でね、やってるの大変だよ。おい、八朔さんいらっしゃい。風船ありがとう。いや、あれは結構使いこなしてる方だよ、スマホとかも。頭が悪いわけじゃないの。頭はいいんだよ。そう、頭が硬くなってくるっていうか、新しいものが入ってこなくなるんだよ。頭いいよ。ていうか、あの人、青学だよ。しかも、英語もベラベラだよ。情報の仕入れどころが、新しいものが多分入ってこないんですよ。本当に。情報の仕入れどころじゃなくて。あの人、情報の仕入れどころ2チャンネルとかだから。ウィキペディアとか。いや、だから、本当ネット脳だから。おじいさんだよ。おじいさん。みんなね、知らないかもしんないけどね、若い子ってアンチコメント意外と書かないんだよ。40代、50代とか書くんだよ。アンチコメントって。ネットの害悪がある。一番。だから、ドルさんの世代だよ。ネットでマウンティングしまくるやつら。若い子とか、そんなにマウンティングしないもん。っていうかね、最近の若い子はね、ネットの何かを議論するとき、ソースを出す、必ず。若い人は必ずソースを元に話すから。根拠なく感情論に走るのはね、大体ね、40代、50代の男だよ。カムさんいらっしゃい、ワドツ。もう世代的なもんだろうね。俺らはほら、ソースを持って話さないと、人から信用されないっていうのは分かってる世代だから。あ、本当だろうね、多分ね。本当だと思うよ。本当だと思うっつうか、もう別に今更だから言うけど、俺本当なのって聞いたら本当だっつってたから。もう今更でしょ。本当だって。だからお坊ちゃんだよ、あれ。頭はいいよ。だって話しててバカだと思わないもん。俺、ドルさん。ただ、ドルさんの、ちょっとバカっぽく見えるところは俺分かってんの。知らないことを知ってる風に話すんだよ。たまに。薄っぺらい、なんかね、濃い情報と薄っぺらい情報がね、なんか交錯するときがあるの。それがね、なんかね、バカっぽく見えるところがあるんだよね。あと、天然なんだよね。閉じたネットワークの頃知ってる人も無茶なことを仕掛けてこないイメージ。ああ、どうなんだろう。こんばんは、イカ娘さん。こんばんは。ちょいちょいディスる、いや、ディスをしてるわけじゃなくていいけどね。いや、思ったことを言ってるだけで。別にディスってないでしょ。愛情はあるでしょ。ディスってないよ。大学行けるわけないじゃん。高校卒業認定取らないと。大検ってやつね。そうそう、ちゃんっぽいんだよ。かわいいところ。あ、ドレさん、普通にすげえ人だなと思ってたけど、リアルに話すとね、やっぱね、俺の親父と同じぐらいの世代だなと思うんだよね。ちょっとかわいいんだよね。ちょっとかわいい。大学って何を勉強して何をやるところなのか全く分かんないからな。で、大学生とかにもよく聞いたんだけど、何をやるのって聞いて。で、例えばさ、経済学のミクロ、マクロとかさ、やるじゃん。ああいう話とか聞いてても、え？って、なんか、会社とかやってる頃にさ、ちょっとかじってたから、先輩に読めって言われた本とか読んで、で、こうでこうでこうでしょって言うと、あ、大体合ってますねっていうの。え、どっかで勉強したんすかって言われて。今話せないんだけど、頭から抜けちゃってるから。だから、なんだろう、別に一般人でも本とか読んでら勉強できんだなっていうのはあるけどね。まあ、体系的には学べてないから、あれだけど。で、だから大学とか、マーチ行ってたりとか、東大とか行ってるやつによく、ああ、頭いいっすねって言われるもん。多分、地頭はね、そんなに悪いわけじゃないと思う、俺も。ただ、チャンスがなかったんでしょう。しょうがない、こればっかりは。
独学で十分なんだ。へえ。おいはい、お嬢いらっしゃい。東大は理三っていうところが一番すごいの。理三。医学部と薬学と理工系以外実習ない。医学部。俺はまあ縁のない世界だな。まあ、今更行ったところで何になるっていう話でもあるし。時間がもったいないよね。振り返る時間がもったいない。のんちゃん今ね、ご飯作ってくれてる。ご飯作ってって言ったんだけど、なんか糖分取ったらお腹いっぱいになっちゃって。後で食べるわ、つって。もう申し訳ない。気分屋だからさ。あ、天才の医学部なんだ。あー。ご飯はね、キムチ鍋みたいな、チゲ鍋ってやつ。飯は最高だよ。やっぱ手作りの味が一番うまいね。手作りの味が一番好き。和田秀樹、あ、わかんない。わかんない、わかんない。全然わかんない。東大25%アスペルガー説の記事を読んだけど結構面白かった。あ、昔から言われてるよね。発達障害の人ばっかりだっていう。じゃないと頭に入ってこないんでしょう、多分。なんかひろゆきが話してた、プロボクサーは実は頭がいいっていう説も面白かったよ。なんか、ボクサーの人って頭悪いとか、スポーツできて、その言語性 IQ の低い人って頭悪いって見られがちだけど、運動神経とか反射神経って実は全部脳内処理だから、反復練習をこなしてるとはいえ、あのスピードとあの情報処理で世界レベルで避けたりするのって実は脳でスポーツってやってるっていう。そう、動作性優位なんだけど頭は悪くないよっていう。だから人間っていうのがいかに言語性 IQ イコール頭がいいか悪いかっていう判断をしてるか。本当の天才って言われてる人ってさ、喋り下手だったりする人も結構いるんだよ。だから数学者とかの数学的宇宙を言語化することって不可能なのね。番組検索さんいらっしゃい。お疲れ。何？怒りマックスって何があったの？何があったの？何があったのか分かんない限り何も言えないよ。どうしたの？はい、ワード2。みーちゃんいらっしゃい。おお、え、パフェ？たくみさんいらっしゃい。いいよ、たくみさん。無理しないで。どうしたの？パフェは。まだつ。運動系の神経の発達は子供の脳の動きを高めて学力を高める。これね、のりこと話したことあるんだけど、頭のいい人って運動できるし顔も整ってるんだよね。で、頭の悪い人って運動神経悪くて、で、勉強もできないんだよね。だから、のりことそれ結構話したことがあって、珍しく。なんていうのかな。多分、俺らって DNA で決まってるよねっていう。生まれながらに顔が整ってるやつって、やっぱ、ドルさんも言うじゃん。
運動神経いいやつって顔が整ってるっていうバランス、なんか奇形で生まれてこないんだよ。やっぱりね、DNA 的にあるんだろうね。動物とかもそうじゃん。なんつうの、やっぱ体が小さく生まれてるの、寿命が短かったりとかしたりするじゃん。だからね、多分ね、生まれながらに決まってるんだと思うよ。で、頭の良さも多分比例するんだと思う。悲しいことに。だから本当だろうね。だから生物としてそうなるでしょ。ああ、そうなんだ。それはわかんないな。ホーキング博士とかは、だって若い頃別に普通にイケメンだったよ。あれは病気でしょ？ホーキング博士は若い頃別に普通に顔整ってるからね。小脳の動きを高めると前頭葉の動きが良くなる。ほー。まあ要は脳の中の血流が良くなったりとか、神経伝達が良くなるから頭は良くなるわな。単純に。だからさ、将棋の羽生さんとかイケメンじゃん。イケメンつうか顔整ってるじゃん。関係性あると思うよ。藤井君別に、ただ幼いだけで別に不細工ではないと思うけど、俺だけどね、ちょっとね、藤井君アスペっぽいなって思ってるね。藤井君はなんかね、アスペっぽい、なんか横山緑っぽいっていうか。あれは本当の天才型でしょ。だからどっかが欠落してて、どっかが振り切ってるタイプだと思う。藤井君ちょっとアスペっぽさがある。なんか幼いんだよね。行動が。右利き、左利きどうなんだろうね。俺はよくわかんないな、その辺は。俺はちょっとなんか発達障害抱えてそうだなっていう印象は受ける、正直言うと。藤井くんを見てて、それはディスとかじゃなくて、感覚としてあるよ。ディスではないよ。なんか空気の読めない言動とか多いじゃん。相手の後ろに立ったりとか、なんかそういうのを見てると、ああ多分発達障害だろうなっていう。俺は発達障害だと思う。これは発達障害。うちのマンションに越してきた小6の女の子がそれだって。高校2年生の数学勉強してるって。あーすごいね。すごいね。
だからさ、なんか数学とかもね、なんかね、勉強を全然しないのに解けるんだよね。あれ何なんだろうな。漢字はノートに何冊も書いても全く覚えらんないの。覚えらんないの。書いてんの。一生懸命書いてんの。覚えらんないの。もうやってもやっても覚えらんないのよ。どんだけ時間かけても、どんだけ労力かけても。だけど数学とかってあのね、覚えるっていうか解けるまで時間かかるんだけど、一回解いちゃうと応用編で全部わかるの。バッて見ただけですぐ暗算で解けるっていうか、あれ面白いよね。ああ、そうなんだ。へえ。復習っつうかね、俺の感覚だとね、なんかこう、なんつうんだろう。理屈があって、その理屈を理解するまでものすごい時間かかるんだけど、一回理屈を手に入れちゃうと、全部その、なんつうの、絵柄が変わってるだけで、やり方は一緒だから簡単なんだよね。うん。だからすごい得意だったよね。そう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 。すごいシンプルで嘘つかない世界だから、数式って。で、その当てずっぽで当たる世界でもないじゃん。あれは面白かったね。だから数学の授業とか好きだったもんな。やってて面白かった。まあ、日本人がもともと得意だからね、数学は。結構文化として発達してたらしいよ。もともと西洋から取り入れる前からすごかった。うん。面白いよね。逆に暗記物がすごい苦手だったね。でも、あれじゃん。小学校、中学校のさ、学業なんかほとんど暗記じゃん。だから、向いてなかったんだろうね。だからどんな物事もそうだけどさ、やっぱりさ、モチベーション保って、継続する力みたいなものが俺は天才性だと思ってて。天才なんて簡単に生まれるんだよ。ただ、その、凡人ができないモチベーションの維持とかができないだけだと思ってる。おい、知らんけど、アイテムありがとう。おはよう。なんか、未完成だったらしいけどね。公式としては。和算で、その微分積分たどり着いたのは。完璧にその答え合わせが終わってる状態じゃないんだけど、ほぼ合ってたっていう状態だよね。だからまあ、ほら、ノーベル賞とかにも影響してるじゃん。日本人の数学って。だから、気質的に向いてるんだと思うよ。っていうか、よい子さんなんか、そのさ、怒りのふりをしておいて答え言わないと俺何にも言いようがない。すげえモヤモヤするんだけど、何よ。すげえ今日怒ったことがあるんですよ。え、どうしたの？
ってそりゃないでしょ。ねえ和道聞いてよ、どうしたの、今日すっげえ怒ってんだよ。え、何があったの。寝れねえわ俺、寝れねえよ。何よ、何よ、忘れてくれって。すげえモヤモヤするよ。天然だからな、よいこさん。だって芸人のコントで言ったらさ、いや昨日すげえことがあったんだよ、ほほう、どんなことだったの。そうだろう、まあいいか。ギリシャ時代はただ全部順番に足すことを遠回りにして、遠回りなことしてた。あー、あれでも何なんだろうね、数式って面白いよね。あ、ミレニアム問題とかこの前ウィキで見たね。うん、まあ全然よくわかんないけど、あの1億円もらえるやつでしょ。なんだっけ、なんだっけ、 ABC なんとかとか全然わかんないけど、なんか見たよ。なんか素数の話、なんか素数のドキュメンタリー見てて出てて、ミレニアム問題。あ、面白いよね。ABC 予想か。うん。なんだかんだってやってたね。でも数学って面白いよね。一人の天才がこれだっていう論文発表して、なんか200年間答え合わせができなくてっていう問題とかもあんのよ。すごくない？200年前に俺天才だわ、これ解いたわって言ったけど、その人しか理解できなくて200年間。十何人がトライするんだけど、95% まで理解できたけど、残り 5% が理解できなくて心折れて、で200年間放置されて、200年後にまた天才が現れて、あ、これ合ってるよって言って初めてその正解っていう世界らしいよ。めちゃくちゃだよね。だからその数とは何なのかとか、そういう話でしょ。うん、ぶっ飛んでるよね。俺はなんかそういうエピソードが大好きなんだよね。なんか でもなんかそういうの見てるとさ、ドキュメンタリーとか見てるけど、もうなんか見えてる世界が全く違うんだなって思うよね。うん、いや俺はバカにできないけどな、なんつうか、なんだろう、そういうものがやっぱりその世の中を動かしてるから、俺は逆にそういうものに没頭できる人は羨ましい生き方だと思うよ。なんか功利主義でさ、金ばっか追っかけてる世界より全然なんか尊いと思うよ。うん。世界で一人しか理解できない問題があって、数学者集めて勉強会してるやつ。あ、だからそういう世界らしいよ。うん、全部の、その最上位の数学とかそういう話で、理解できないから勉強会開いて天才を集めて理解してもらうっていうのから始まるらしいよ。だからさ、その数年で解かれるっていうのは、だから理解できるやつを教育しないといけないらしいよ。だから毎回でしょ、そんなの。マキル、そりゃそうでしょ。だって誰も解けてない問題解けてんだもん。悲しい世界だよね。でもそこはなんか学問の面白いところかなって思うけどね。
なんか悲しいよな。証明するやつを作らないといけないっていうね、すごい手間がかかるっていう。俺でもね、なんかね、この先どうやって生きていくかっていう時にすごいアドバイスをもらって、その人が出した答えがすごくて、あのほら配信を基軸に YouTube やるとかいろいろ考えてるんだけど、その話になった時に、そう将来どうやってその表現活動をやっていくかみたいな相談をしたの、信頼できる人に。でその人に話したら、多分なんだけど和道さん映画撮った方がいいっすよっていう話になったの。で、その答えがすごかったのね。なんで映画がいいのかっていう。で、ほら、映画は撮りたいっていうのはさ、あったけど、そこは撮りたいっていう自分のモチベーションの問題だったじゃん。その人は理屈で和道さんは映画を撮った方がいいですよっていうのを言ってくれたんだけど、多分なんだけど、和道さんがやってることっていうのは生放送だと叩かれますと。ただ映画の世界って、その人映画の世界とか映像の世界っていうのをすごい詳しい人なんだけど、あの映画って何がいいかっていうと、社会的に叩かれる内容であったとしても表現とかアートだから叩かれないんですよってすごくない？だから YouTube とか生放送でやると、こいつは利用してる、これで金儲けしてるとかいろんな叩かれ方をするんだけど、アートの世界とか、その映像の世界とか、ドキュメンタリーの世界の面白いところって、叩かれないんだって。だから、やりたいことに多分一致してるし、やればやるほど、その、タガを外していい世界だから、向いてると思うって言ってもらえて。それはなんか一理あるよね。例えばその、ホームレスの配信とかさ、社会的問題を持って俺は取り組んでると思ったけど、やっぱ叩かれるわけじゃん。奴らをその食い物にしてるみたいに言われたりとかさ、するわけだから。でも多分どっかの映画館とかで上映あるのよ、そういうなんつうの、インディーズ映画を、映画とかやるところ、そういうところで映画撮ってリスナーさんにオフ会で見てもらったりしても面白いと思うし、何かで賞取ったら、あの世間の評価って一瞬で変わるし、結構適当っすよって言ってて、映画の撮り方とかなくて、あのみんな結構作りたいように作ってて、勝手に評価されるだけだからって、そういう世界だから、多分なんかで賞とかポンって取っちゃったら、もう世間的には映画監督が生主やってるっていう評価になるからいいんじゃないですかって言ってもらえて、ちょっとそっち頑張ってみたいなとか思って、だからカメラに投資するのありですよみたいな、多分向いてると思うって言ってもらえて、ちょっと頑張ろうかなと。なんかいろんな、ほら、渋谷ユーロスペースだっけとか、中野とか高田馬場とかいろんなところにあるんだよね。そういうインディーズ映画だけを取り扱うところ。生放送はね、もう叩く文化だからね。あとやっぱりね、俺ね、生放送とね、あの映画の違いって何がでかいかっていうと、先に金を出して、見に行くじゃん。映画館途中で退場する日本人って俺ほとんど見たことないのよ。だから、生放送ってさ、好きな部分だけ見て盛り上がってるところだけ見るから、前提の情報とかを全然調べる人っていなくて、ただ炎上してる時だけ見るっていう悪い性質があると思ってんの。だから情報の本質みたいなものを理解しようとしないっていうか、でも映画館に一回足運んだら2時間絶対見るじゃん、全部が全部を。だからその言いたいことが最後まで伝わるっていう、で伝わらなかったら監督の責任だから。映画は面白いよね。
はい、わかつ。メンサわかるよ。メンサのテスト受けてみろって言われて、メンサのテストのアメリカ版のサイトで137だったかな、俺。わかるわかる。140取れるとメンサ入れるんだよね。メンサのやつやったことあるもん、ニコ生で。137だったよ、俺。俺、図形とかパズルとか解くのすげえ得意だから。なんか頭いい集団、IQ140 以上が所属する集団ね。上位2%だっけ。まあでもああいう活動はいいよね。だから逆メンサーとか作りたいよね。IQ それってただの障害者施設なんじゃねえかっていう。IQ80 以下だけを集めた集団とか。でも大事で、IQ って10ずれると会話ができないって言われてるんですよ。だから、頭のいい人は頭いい人とつるんだ方がいいよね。それ、沼っぷ。野田は頭いいからな。あいつは、偽沼だからな。野田だけ頭いいからね。頭良すぎて沼になったタイプだから。いるんだよ。頭が悪くて沼なのはいいんだけど、頭良すぎて沼になるタイプっているんだよね。知識詰め込んで沼になるタイプだよ。野田は典型的な頭がいい沼だから。そうそう、紙一重タイプっていうか、紙一重っつうか、なんかどんどん知識を入れれば入れるほど、バカになるタイプっているんだよ。プロ沼でしょ、プロ沼。金梅さんはプロ気違いだし、野田はプロ沼だから。あれ、ビジネスの種で沼やってるだけだから。でも絶対話が合うだろうし、いいと思うよ。だって IQ100 のやつと IQ150 のやつが抱えてる問題意識って絶対違うもん。どっちがいいとか、どっちが悪いって問題じゃなくて、お互い不幸じゃん。アンコールお疲れ。お互いにとって良くないから。つまらないのは。おお、花火ありがとう、アンコロ。花火ありがとう。いつもありがとね。無理しないでね。ありがとう。生放送は、だから、生主はバカであればあるほど向いてると思うもんね。やっぱりね、リスナーさんってね、潜在的に、あ、こういうバカがいるんだっていう安心感をもらいに行ってる気がすんの。世の中にこんなバカがいるんだから、私大丈夫だよねっていう確認をしに行ってる。俺大丈夫だよな、みたいな。だから、底辺の人間の方がやっぱ向いてるんだよね。思わない。そうそう、見せ物小屋だよ。本当にそう。あのね、一人ね、後輩でいた。なんつうのかな。アルバイトの志望履歴に書いちゃうやつがいるんだよね。アルバイトが就職。給料がいいからって。家から近いからって書いちゃうやついるんだよ。頭が良すぎて。うん。本音じゃん。
で、そいつ、全然受からなくて、就職氷河期で。で、すげえ怒られたけど、怒られる意味がわかんないって言ってた。スーツを着る意味がわからないって言ってた、ね。でも、頭がいいやつって転職しまくるの正解だと思うけどな。そうなの？やっぱりね、自分より頭の悪い人を抱えるっていうのが社会の仕組みだから、コミュニティの仕組みだから、会社とかって。社長より頭がいい人はやりづらいと思うよ、部下に。俺ひろゆきって結構話聞いてると間違えてることをめちゃめちゃ言うタイプだと思ってんの。でもひろゆき信者の面白いところって、ひろゆきさんすげえしか言わないところが、俺はあそこの放送の面白いところだと思うんだよ。結構間違えてることを言ったりとかするんだけど、信者がもう完全に信者化してるから、あそこの放送ってもう本当になんつうの、ひろゆきさんすげえって言いに行ってる気がするんだよ。あ、もはや宗教でしょ。ひろゆきってさ、個人的なこととか個人的な自分が思ってることって言わないタイプの、ディベートするときとか人と議論するときに客観性だけ言うタイプだから、だから間違わないんだよね。だから論法として間違わない。あれはね、でもね、本来ね、勝間和代はズバッと言うべきだったと思うの。社会人として遅刻してくるってどういうことなのっていうことを言えばよかったと思う。メガホンありがとう。そう思わない？あの番組ってひろゆきが遅刻してて、勝間和代がイライラしてて、イライラしちゃったために IQ が下がってひろゆきにボロボロにされるっていうのが面白い動画なのね。だからひろゆきの勝ちなんだよ、あれ。でも勝間和代は冷静になって俯瞰して怒ればよかったと思ってんの、あれを。叱るっていうか。なんすか謝罪って、ってあれ最高だったよね。うん、柿ピーっすね。女の悪い部分出たね、あれは。うん、勝間さんはあれでだいぶ損したと思ってる。勝間さんもったいなかったね、あれ。でもね、やっぱりあのゲストを招いてあの態度は失礼だよ。うん、ゲストを招いてあの態度は失礼で、ひろゆきは必ずブッキングするときに僕寝坊しますからって、帰国することが条件で全部のブッキング組んでるの。だからひろゆきは実は先に自分の欠点を補うようなブッキングの組み方してるから、あれは完全に俺は勝間和代が失礼だと思うよ。そう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 、ひろゆきはあの別にもう先に先手打ってるもん。ひろゆき悪くないよ。だ実はね、あのひろゆき見習ってね、俺もね、あの企業案件とか全部ね行かないかもしれないですけどって言ってる。すっげえ楽になるよ、怒られなくなるの。
僕こういう人間で、こうでこうで、こうだから、現場寝坊する可能性がありますよっていうようにしたのよ。ひろゆき見習って。すっごい楽。前提として、遅刻するのを受け入れられるようになるの。捨て頃の記者会見も怒られなかったっていうのは結構でかかったよね。楽になるね、すごい。ストレスがかかんなくなる。いってらっしゃい。柿の種は亀だね。亀だね。もしくはセブンイレブンはピーナッツが美味しい。セブンイレブンの柿ピーは。捨て頃の本番遅刻してもいいように俺は第2試合に組まれたっていうのが俺の考えの。捨て頃はね、でもね、俺が本人がワクワクしてる時は遅刻しないから。大体だるい案件なの。遅刻するときって。乗ってない案件っていうか、どうでもいい案件に遅刻するから。だから俺の中の頭の中の優先順位が違うのよ。その人にとっては、大体怒る人ってね、その人にとっては俺のこと重要な案件で、俺にとって重要じゃ案件じゃないとき俺寝坊するのよ。だからやたら怒られんの。だったら最初から話持ってくんなっていうのが俺の考え方。あなたにとっての都合は知らんと。だったら先に金を払うべきですよねっていうのが俺の考え方だから。だってお互いにワクワクしてる状態じゃないと、相手にとって失礼な情報でしょ。だから簡単に言うとね、ワクワクしない案件とかあんま受けないようにしてるね。いくら金額が高くても。要は俺が乗り気じゃない案件は、相手にとっても迷惑かかるから。要は同じレベルの仕事じゃないとやりたくない。俺が求めてるレベルと、俺がこなしたいと思ってるレベルの仕事と、相手がワクワクしてるけど、俺にとってはだるいルーティンワークだったら、俺は断るようにしてる。俺、数学者じゃないよ、ふーちゃん。なんで俺に数学の話を求めてんの？和道さんに特定の何かを語ってほしいリスナー多い。違うでしょ。本人が、数学が本人が話したい人が多いの。こういうタイプのリスナーって。何かを話してっていう人って、自分と同調したいか、もしくは自分が話したい人なんだよ、結構。で、俺最近ね、放送スタイルね、ふわっちに来てからだいぶ意識してんのが、討論から何も生まれない、議論からは何も生まれないっていうのが俺の結論なんだよ。で、お互いに損するだけなの。お互いに。議論、討論からは。だからね、リスナーとディベートするのやめたんだよね、俺。聞きたい人だけ集まるのが理想なんだよね。だってさ、なんていうのかな。リスナーさんと議論したところで何にも生み出さないじゃん。で、お互いの心のプラスマイナスの問題だけでしょ。だから、それ損するなと思って。お互いに。アンチも作るし、俺が例えばこう気持ちよくなったらアンチを作るし、リスナーさんがこう得をして、俺の気持ちがすり減ったとしても、周りのリスナーさんがこう得をしないし、だから聞いてもらえる人だけに向けてやろうっていうのはだいぶ意識してやってるかも。だからね、大体スルーしてる最近。なんかこう何々について語れとか、なんかこう吹っかけてくる人がいても、大体スルー。他でやってっていう。
そういう人はね、多分生主やった方が向いてると思う。うん。言いたいことがあるタイプは。リスナーさんに向いてない。言いたいことが強ければ強いほど閲覧に比例するから。アコン・ヨシンはなんで逮捕されたの？ニュース？全国ニュース？なんで逮捕されたの？ありがとうございます。へえ。多分なんだろう、全国ニュースえ、リスナーを恐喝したの？検索してみよう。ありがとう。ヤフーニュースに載ってるね。店員脅して代金踏み倒し生中継カラオケ店員を脅して代金を踏み倒したとして受けてんで2万円請求されて、言ってることが違うなどと男性従業員を怒鳴って脅し払いを免れた疑い。どういうこと、動画ある、ありがとう。カキピ、これ、これか、こいつか、うん、これか、これか。カラオケ店の店員を脅した疑いで YouTuber の男が逮捕されました。犯行の様子の動画は YouTube に投稿されていました。ほう。恐喝の疑いで逮捕されたのは、東京足立区に住む無職、吉澤悟容疑者で、去年9月、足立区のカラオケ店で料金の支払いの際、これみんな覚えておくといいけど、これさ、みんな無職なのか YouTuber って乗るのかのさ、知ってる？これ無職って今紹介されたけど、ここ自称なんとかとかさ、無職とかさ、これなんで職業名がコロコロ変わるかみんな知ってる人いる？これ。吉澤悟容疑者で、去年9月、
足立区のカラオケ店で料金の支払いの際、アルバイト店員の男性に対し、ふざけるな、詐欺だろうがなどと脅した疑いが持たれています。うん、吉沢容疑者は本来およそ2万円を支払うべきところ、5000円しか払わずに立ち去ったということです。吉沢容疑者は動画サイト YouTube などに動画を投稿するいわゆる YouTuber で、当時一緒にいた YouTuber 仲間が吉沢容疑者が店員を脅す様子を撮影し、別の動画サイトにライブ配信したほか、この動画は YouTube にも投稿されていました。うん、取り調べに対し吉沢容疑者は容疑を否認しています。容疑を否認か。税金払ってるかどうか。自称か他称か、税金払ってるかどうか。勉強になったでしょ。そういうこと。つまり自称コンサルティング業の始末坂光容疑者27歳は税金払ってなかったからっすね。あの時税金を納めていたら自称がつかなかったんですよ。面白いでしょ。勉強になるでしょこれ。犯罪者の中ではそう、税金納めてたらコンサルティング業始末坂光さんで、税金払ってなかったから自称コンサルティング業。そう、自称がつくってことは税金を払ってないっていうこと。勉強になったでしょ。で、無職って名乗ってるってことは本人が無職だって言ったの。警察に必ず聞かれるの、職業はって。目から鱗でしょ。はい、ワード2、ハート花火ありがとう。だからハイパーメディアクリエイターでも通るんだよ。そう、税金払ってるか払ってないか。だから必ず紹介するんだよね。で、あのこういうメディアは。はるちゃんはどつ。法律的に世間で認められてるかどうかじゃないの。自称なの税金。自分で名乗るの。ただその裏付けは税金払ってるか払ってないかだけ。そういうこと。そういうことです。まあそうなるんじゃないの。うん、やっぱりみんなしてないんだなっつって。うん、はい、ワード2。全国ニュース恥ずかしいねんじゃねえよ。お前、俺なんか、お前テレビこそ出なかったけどよ。お前ヤフーニューストップに俺も出てんだよ。やめてくれよ。俺も出てるっつうの。堂々とトップに出てるから。堂々たる。あれ結構影響力あって大変なんだよ。うん。そうだね、ふわっちだと牛丼混ぜ男の次だね。どういう見出しで。だから詐欺だよ、詐欺だよ。見出しまで覚えてないけど、
や結構ねヤフーニュースとかテレビのね力舐めたらダメだよ。意外とまだ影響力半端じゃなくあるから。視聴率 1% って確か100万人が見てる計算なの。で視聴率 3% とかクソじゃんとか言うけど300万人見てんだよアクティブで。いやとんでもない影響力だからね。俺らのさ1000人で大手とかいうマウンティングのくだらなさよ。100人で中堅、2桁で過疎とかレベル違うから。生活保護の人が犯罪を犯してその人がなんて名乗るかどうか、多分無職が普通だと思うけど、本人がいや俺は芸術家だって名乗ったら自称芸術家になるじゃん。犯罪者ばっかりだな。仕事は何も働、仕事辞めた俺、仕事辞めたの、だから本人が名乗らなかったら、本人が無職ですって言ったら無職は確定だ。数字の桁が全然違う、まあテレビ全国ニュースはねちょっとでかいよね。てか俺と同い年だったんだ爆音よしお。カラオケ店員を脅した疑いで逮捕されてる。ヤクザ名乗んないよ。職質でヤクザは名乗らない。なんでかっていうと法律が罰則が重たくなるから。自分からヤクザ名乗るやつなんかいないよ。まあ昔敵な人は名乗るかもしれないけど、でなんかメディアのコントロール、印象操作なんかいくらでもできるんだ。だからあのフェイクって映画見た方がいいよ。フェイクって映画見るとすげえ面白いから。あのサムラゴーズがすっごい叩かれまくってた時あったじゃん。で映画フェイクが数年後に発表されて見たんだけど、すっげえ可愛い人なのサムラゴーズって。あの人ね多分売れてたよテレビに出てたら。めちゃめちゃ人気者になってたと思う。だからメディアを作るディレクターとか側がこいつを悪いやつにしようとかこいつをいいやつにしようってやったらいくらでも操作できるっていうのがよくわかる映画だよ。それがテーマの。だから論点のすり替えとかメディアは大好きだから。柿の種、くだらないよ。別に漢字間違えて何の影響があるんだって。アメリカ人とかさ、なんかその報道、ヨーロッパの報道とかでそんなことやってたらバカじゃねえのって思われると思うよ。スペルの綴りをミスったとかそういうレベルでしょ。
はい、こんばんは。あーちゃんいらっしゃい。ご飯食べてない、これから食べる。チゲ鍋。あ、のんちゃんさ、ニンニク多めに入れといてくんない？はい、今のうち。うん、あのスライスでいいからさ。うん、今のうち入れて、あの味染み込ませておいてよ。最近やたら20時間ぐらい、20時間以上寝るんだよな。何なんだろう、病気なのかな。すごい眠っちゃうんだよね。1枠目だね、今日。疲れかな。なんかね、2日連続ぐらいで20時間以上寝てて、夜中の12時に寝て昼ぐらいに起きたらいいなって。まあまあ朝方とか、そしたら夜9時とかなんだよ。で、あれと思って、暗いなと思って、もしかしたら俺また寝てたって聞いたら、うん、そう、すげえ疲れが溜まってんのか、ぐっすりね寝ちゃうんだよね。困るよね。自分ではね、どっか体調悪いとか一切ないんだけど、ストレスかな。なんか、今週2回目ぐらいでさ、大変だよ。うつ病の人とかよく寝るよね。うん、うつ病の人はよく寝る。でもね、別にうつとかないんだけどな、なんでかわかんないんだよね、原因がわかんない。睡眠科一回行った方がいいと思うんだよね。呼吸がダメだから、無呼吸症候群持ってるから。カラオケ行きてえな。今日何曜日？今日高いか。そうだね、運動不足あるだろうね。
ああ、ありがとう、ありがとう、教えてくれて。久々にドラム枠でもやるか。ああ、横向きに寝るといいのは聞いたことあるな。今度ね、背骨に負荷かかるらしいよ。横向きだとね、背骨が全然休まらない。のんちゃん、カラオケ行く？いいよ。カラオケ行こうか。カラオケ行くか、久々。フラココってカラオケが比較的安いんだ。パフェありがとう。カラオケ行くか。マキルありがとう、パフェ。歌うま選手権に備えてカラオケ行こうか。のりこと伝説のカラオケ。メガホンありがとう。はい、こんばんは。キャスバー今日混んでんのかな。キャスバーでカラオケやる。わたむさんありがとう。バカありがとう。おやすみ。ドラムとカラオケだったらどっちがいいかな。風船ありがとう。ドラムとカラオケだったらどっちがいいかな。
カラオケならね、のんちゃんも楽しめるよね。それはある。どこのカラオケ屋行こうか。どこがいいかな。フラココを聞いたことないね。フラココ聞いたことないわ。幡ヶ谷の方行く？ウォーキングも兼ねて。歩けない。シダックスない、あんまり東京。サンダルだから歩けない。駅前の方行かないとないよ。なんか企画やりたいな。企画ボンボンバンバンもないね。いや、あのカラオケ行くときはね、あの食い物入れたらね、声が出なくなるから、お腹はなるべく空っぽの方がいいんだよ、ボーカルやるときは。カラオケ高いよ、東京は。
カラオケ高い。なんか遊び行きてえな。のんちゃんメイクする？持ってきてないの？今日電車か。初見さんいらっしゃい。あそこは幡ヶ谷だから歩いて30分ぐらい、まあ、すぐだよ。外配信やってたら行く？そこにする？うん。準備できた？着替える？着替えていいよ。今画像切り替えるから。着替えていいよ。配信今のうちに。なんだよ。うん、彼女。何時までやってんだろう。ありがとう。不動産屋さんありがとう。花火ありがとうございます。今日終わりじゃない。これからカラオケに行こうと思ってて。カラオケいくらなんだろうな。最近コーヒー飲まないからさ、うん、寝ちゃうんじゃない？あ、コーヒー飲んでないね。そういえば確かに、確かに言われてみたらそうだわ。あ、東京の条例で外配信できなくなる。あれ嘘だと思うよ俺。全然できると思うよ。そうそう、彼女と一緒。ありがとうね、いつも不動産屋さん。のりことウルトラカラオケ大会だ今日は。モンスターエナジーも飲んでないよね俺、うん、カフェインが足りないのか。なるほどね。じゃあいいことなんじゃない。でも21時間寝てるのは良くないだろう。うん、多分ねそれはあると思ってて、実はねその七原くん的な喋り方ってできなくはないんだよ。だけどほらこの前も七原くんの評論やった時言ったんだけど、多分2時間が限界だって言ったでしょ。あれねめちゃめちゃ疲れる。なんつうの、七原さんってもうすごい頭良くて短距離走なんだよ。なんつうんだろう、ああいう喋り方もできるんだけどね、難しいんだよ配信って。長時間やった方が面白かったりもするし、こうバーってね駆け抜ける喋り方とかやるとね、ペース配分間違えるとね辛いんだよね。あのね、モイストさんが言ってんのねすごく当たってて、
プレゼンテーターが2時間喋ると、フルマラソンに匹敵するぐらいの脳のカロリーを消費するって言われてんの。だからめちゃめちゃ大変なんだよ、喋るって、喋り続けるって。だからひどい時とか幻覚見えてるもんね、のんちゃんね。俺着替え終わったら教えて。できた。できた。外配信行くか。じゃあ俺も準備すっか。できた。何歌うの、のんちゃん。聖子ちゃん。はい、ワード2、バーガーありがとう。お酒飲みながらカラオケやったら面白いんじゃない？ちょっと飲めば、ちょぴっとね。ちょぴっと。のんちゃん酔っ払うと面白いもんね、みんなね。面白くない。いや、面白いよ、のんちゃんのんちゃん酔っ払うと面白いよね、みんなね。知らないよ。いや、知ってるよ、多分うちのリスナーさん。すっごいおしゃべりになるんだね。楽しいよね、のんちゃん酔っ払うとね。普段全く飲まないから。え、1回か2回ぐらいじゃん、放送で。じゃあお酒飲みながらやるか。やべえ、チェーンが絡まってるな。あー取れねえ、絡まって、やばいことになってるな、これ。なんだこれ。俺何歌おうかな。おやすみ、みどり丸さん。 おやすみ。風船ありがとう。あー、チェーンがやばい、絡まりまくってる。こうなるんだよね。
のんちゃんはおっさんが知ってる曲カバーできるからね。そこは武器だよね。50代の親父が好きな曲歌えるからね。鍵と財布と俺あの発達障害だからすぐ物なくすんだよ、メガネとか。だからね、全部チェーンつけてんの、絡まってさ。あー取れた取れた、よかった。だから子供と一緒だから。道のく一人旅っていう曲あんの知らないな。じゃあ歩きながら配信しますね。皆さん一旦切ります。お疲れ様です。歩きながら配信します。